誠にごめんなさい。どうかされましたか？最近さ、うん、動画投稿休んじゃったねん。うん、誠にごめんなさい。いや、まあ、諸事情により休むって言ってましたし、なんか大変な事情があったんですよね。そうねん、ちょっと、こう、プライベートでいろいろ忙しくなっちゃって、どうしても動画を作る時間を確保できないなぁと思って、誠にごめんなさい。まあまあ、そりゃ忙しいタイミングもありますよね。気にすることじゃありませんよ。うんうん、むしろ今まで毎週投稿を続けていたのがすごかった。ひょー、この良さで強すぎー。待て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 。え、じゃねえよ、ボケ。今の、何ですか？この夜猿、怒り猿の進化系、怒りのボルテージが、違う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 、この夜猿の詳細を聞いてんじゃねえんだよ、ボケ。そうじゃなくて、なんで急にポケモンの話をしだしたんですかって聞いてるんですよ。好きだから？好き嫌いを聞いてんじゃねえ。ゆかりくんさ、もしかして動画サボってゲームしてたんじゃないですよね。いや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 、何を言うねん、あかりちゃん。私がそんな動画をサボってポケモンにドハマりするなんてことあるわけないじゃないですか、もう。はははは、ポケモンとか全然詳しくないですし、やだ。なんかジムリーダー戦始まってませんか？え、あ、ほんとだ、ありがとう。いや、行けっかな。もうちょい育成してからでもよかったかも。いいね、なんじゃもちゃん、ペロペロ。てめえ、ポケモンしてんじゃねえ。違うねん、ツイッターでなんかサトシが引退とか言ってて、アニポケの新無印最終話でなんか見覚えのあるバタフリーの画像があったから気になってバイバイバタフリーに返しつつ、 YouTube でアニポケの考察見て、その関連動画に上がってたポケスペとかいう少年の性癖破壊漫画があって懐かしくてちょっと買っちゃって、そのポケモン新作出てんじゃん、やるべやるべ、そのままズブズブ沼沼ってなるのは当たり前ねん。やだ、すごい具体的。あ、ちなみにその後ニュース3も履修しておきました。その補足情報はいらないです。はあ、ゆかりくんさ、こんな動画サボってさ、みんなになんか言うことないんですか？みんなもポケモン、ゲットじゃぞ。なんでやねん。